はい、どうもバードカフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日使っていくのはですね、こちらカボスです。だいたい8月終わりぐらいから、まあ、9月にかけてですね、まあ、カボス旬の時期なんですけれども、こちらはですね、イチコ焼酎のですね、有名な3和種類さんから毎年箱で送られてくるんですよ。本当にありがたくちょっと使わせていただいております。で、今日はですね、こちらを使ってカボスのジントニックを作っていきたいと思います。レモンとかライムを使ったものとはまたちょっと一味違ったですね、カボス特有の、まあ、風味と酸味が広がる爽やかなカクテルになっておりますので、本日もよかったら最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきたいと思います。動画ご視聴いただきありがとうございました。カボスのジントニックですね。では早速いただきます。いい香り。ああ、めっちゃ爽やか。うまい。やっぱりこの和の柑橘特有のトゲトゲしくない柔らかい酸味って言えばいいですかね。あとこのカボスのですね、本当に特有の香りというか、もう非常に爽やかな一杯に仕上がっております。で、今回は和の柑橘ということで、使うジンもですね、こちらの日本のジンですね、サントリーさんからリリースされているスイというジンを使いました。で、こちらの特徴としてはですね、使っているボタニカルの数も少なくて非常にクリアな味わいになっております。で、公式の方でもですね、こちらを使った、ジンソーダを非常に勧めておりまして、で、今回、和の柑橘カボスということで爽やかな味わいに仕上げたかったので、こちらのジンを使わせていただきました。
でこちらですね、本当に炭酸との相性もいいですし、で値段もかなりリーズナブルな価格になっておりますので、まあ、ご自宅用とかで1本買われるのもいいかと思います。でまあカボスを使ったカクテルですね、まあ、当然柑橘なので、ジントニック以外でも、まあ、ギムレットだったりとかダイキリとかですね、あとまあこれ使ったカイピリーニャなんかも面白いかもしれないですね。まあいろいろとあのアレンジの幅は広がりますので、ぜひお店の方でですねご注文していただければなと思います。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。いやさか。